七つ目の物語、見つめる少年。少年の机の上には魔法が一台置いてありました。古い反射式の顕微鏡です。海外に留学した年長のいとこが向こうの蚤の市で見つけ、土産に持ち帰ってくれたものでした。倍率こそ平凡でしたが、その中にある拡大された世界は少年にとって魔法そのものでした。少年は学校の行き帰りに何かしら拾ってきては、それを拡大して眺めるのでした。プレパラートに固定すると、木の葉も砂粒もろうそくのかけらも信じられない美しさで瞳に迫ってきます。一滴の水の中にも数えきれない命が生きていて、一つの世界を成していることに少年は驚きました。そんなある日、少年は顕微鏡の中で不思議なものと出会いました。反射鏡を磨いているうちに、ふと思いついてプレパラートを乗せずにただ覗いてみたのです。反射鏡に映る自分の瞳の中心に焦点を合わせ、じっと見つめていたところ、その中に一人の男の後ろ姿が浮かび上がってきました。それは未来の少年自身の姿でした。科学者にでもなったのでしょうか。彼は相変わらず顕微鏡を覗いていました。やがて背後からの視線を感じてか、彼は肩越しに振り返りました。同時に少年はハッとして顕微鏡から目を離し、背後を顧みました。自分もまた誰かに遠くから見つめられているように感じたのです。あなたにも覚えがあるはずです。誰もいないのに背後に遠くからの視線を感じるとき、過去の自分があなたを見つめているのかもしれませんよ。八つ目の物語、道場ロボ山田一号。山田博士は頭に来ていました。今年もまたノーベル賞を逃してしまったからです。博士は新世紀を代表する天才的な科学者でしたが、なぜかノーベル賞だけは縁がなかったのです。頭に来た山田博士は約1時間半地団駄を踏み続けた後、ふと虚しさを覚えました。人生を科学に捧げてきた博士には、家族はおろか友人の一人もいません。今の自分に必要なのは賞ではなくて道場なのかもしれない。山田博士は早速道場の研究に着手し、不眠不休で10日後には一体の柔らかいロボットを完成させました。道場ロボ山田1号と名付けられたこのロボットには、相手にひたすら同情する機能だけが備え付けられてありました。さ、この私に同情してくれ。そう言って博士がスイッチを入れると、山田一号はゆっくりと目を開けました。そして博士の顔を見るなり、と悲痛な声を上げました。お気の毒です。博士の心中、お察し申し上げます。本当に、本当に残念です。あまりにも真に迫った同情ぶりなので、博士はしばらく唖然としてしまいました。
山田一郎は瞳から大粒の涙をポロポロこぼしながら、でも博士、ゲーテはこう申しております。汝の成し得ないことが汝を偉大にすると。おほほほほ。そんなふうに慰められて、博士は思わずもらい泣きをしてしまいました。道場ロボの開発により山田博士がノーベル賞を受賞したのはその数年後のことでした。9つ目の物語、永遠の博物館。今から100年先の話です。世田谷文学館の隣のゴルフ練習場だった敷地に21世紀博物館が新設されました。超近代的な高層ビルの大層立派な博物館です。その37階には伝説の科学者山田博士の展示室があります。偉大なる科学者であった山田博士の発明や論文、ゆかりの品々などを展示した広いフロアです。入ってすぐ右手には、ひときわ大きなガラスケース。彼らはその中で出会いました。先に搬入されたのは、道場ロボ山田1号というロボットの方でした。山田博士にノーベル賞をもたらした発明品です。その名の通り、同乗することしかできない山田一号は、数年前にスイッチを切られていたものの、意識の回路は密かに働き続けていました。ああ、なんて自分は気の毒なのだ。ガラスケースの中で、嘆きのポーズを決めたまま固定され、展示された山田一号は本気で自分に同情しました。と、そこへ思いがけないものが運び込まれてきました。一台の古い顕微鏡です。山田博士が少年時代に愛用し、未来の自分の姿を垣間見たという伝説の品でした。それがただの顕微鏡でないことは、山田一号にもすぐに分かりました。その中には何やら人間の意識が入っているように感じられるのです。意外なことに先に話しかけてきたのは顕微鏡の方でした。気の毒なロボットだな君は。そう言われて山田一号はびっびっくりして本物の涙を一粒流してしまいました。同情したことはいくらでもありましたが、誰かに同情されたのはこれが初めてだったのです。彼らの不思議な出会いはそのままの形で博物館の中に永遠に保存されております。The day of wine and roses, love will run away like a child at play through the meadowland toward a crossing town, a door marked never, nevermore.That wasn't there before. The lonely night, there's crosses, just a passing breeze filled with memories. All the gold is mine,
that introduced me to that I saw what a rose is, the taste of what a rose is, the taste of wine and roses, and you. Thank you.